ケトジェニックダイエットを始めてから3週間が経ちました。結論から言うと、ケトジェニックダイエットは失敗してるんじゃないのかなというふうに思っています。ですね、先週 85.7kg だったんですけども、今週 85.3kg ということで体重がほとんど変わっていないのと、あとはここ3週間ですね、このケトン体試験紙が結局全く反応していないんですね。なので、体の脂肪がケトン体に変わってないんじゃないかなというふうに思っています。で、3週間前ケトジェニックダイエット始めた最初から考えると体重は一応 4.3kg 落ちていますが、これちょっととても悪いパターンの可能性もあるなと思っていまして、今糖質制限をかなり厳しくやってるんですけども、糖質制限をすると体中の水分が抜けていくんですね。なのでこの落ちた 4.3kg っていうのは、ほとんどが水分の可能性があるなというふうに思っています。で、ここからまた食事を戻して糖質を取り始めると、水分をまた蓄えるようになるので、体重はもちろん戻りますし、あともしこういきなりドバッと糖質取ってしまうと血管にすごい負担がかかるっていう話も聞いたので、ここから1週間ぐらいですかね、徐々に食事を回復させていけたらいいなというふうに思っています。なんでケトジェニックダイエットが失敗してしまったのかという考察に関しては、ここから1週間ちょっと考えてみて、来週お話しできればなというふうに思っています。ちょっと悲しいんですけれども、引き続き頑張ります。ちなみに、すごい脱線するんですけども、食への渇望がかなりピークに達しまして、いろいろなんか食べられるものないかなっていうものを調べていたら、豆腐って僕食べられないと思ってたんですね、糖質制限中。そしたら意外と豆腐って糖質が低くて、なんだ豆腐食べれるじゃんということで、麻婆豆腐を作って食べました。すごい幸せでした。森麻婆をこの辺にちょっと貼ってみるので、皆さんよかったら麻婆豆腐作ってみてください。はい、それでは引き続き頑張ります。